先ほど15時8分ごろ石川県能登地方で最大震度6弱の地震が発生しましたが、最新情報いかがでしょうか。はい、この辺りはですね、去年から地震活動かなり活発化していたところになります。今年に入っても震度3以上の地震が多発したエリアなんですけれども、この一連の地震活動の中では一番大きな規模の地震ということになります。はい、まず震度分布図をご覧いただきましょう。このようにですね、赤い×印が今回先ほどの地震の震源となります。そのすぐ近くですね、石川県の珠洲市正院町で震度6弱を観測しました。石川県内で震度6弱以上の地震を観測するのは2007年3月25日の能登半島地震以来ということになります。15年ぶりのこととなりまして、かなり久しぶりの大きな揺れに石川県内見舞われたということになります。はい、このようにですね、マグニチュードが 5.2 という形でして、過去の地震の例を見ますと、マグニチュード5クラスの震度6弱というのは、というのはほとんどないんですよ。過去に震度6弱を観測した地震で一番小さかったものが2019年の熊本県の地震や2000年8月の神津島新島近海地震で、マグニチュード 5.1 っていうのが過去最も小さな、震度6弱だったんですけども、ほとんどそれと変わらないぐらい、つまりね、地震のエネルギーそのものは、そんな大きくないと思います。ただこの震源のすぐ近くで、揺れが強くなったという形でして、広い範囲で大きな被害が出るようなタイプの地震にはなっていないと思います。ただこの能登半島の北端あたりでは非常に局地的なんですけれども、かなり大きな揺れに見舞われました。地盤が緩んでいたりする可能性があります。落石などにはまず注意をしていただきたいのと、この能登半島の北端あたりというのは、これまでも、地震活動活発な領域になっておりまして、地盤の中の様子がどうなっているかというのは、正直わからないんですけれども、この後も大きめの地震が続けて起きる恐れもあります。引き続きこの続発する地震については当分の間、注意警戒が必要になるかというふうに見られますね。わかりました。この後も最新情報を確認し、安全な場所で過ごすようにしてください。山口さん、ありがとうございました。